伝説のお母さんは、か、根元による日本の漫画。2017年4月から2018年4月に、作者の公式ブログ、いっぱい、母さんにて連載され、角川より書籍化された。全一巻。2019年11月より、角川運営の書籍、コミックレビューサイト、ダビンチニュースにて、続編となる、伝説のお母さん続きから、が連載されている。 NHK 総合テレビ夜ドラ枠の第5弾として実写ドラマ化され、2020年2月から放送されている。ファンタジー世界を舞台にしつつも、現実の日本における子育てに関する社会問題を風刺した内容が特徴である。その昔、勇者と共に魔王を封印した伝説の魔法使いがいた。平和を取り戻した世界では、待機児童を抱えるお母さんとなっていた。 魔王が復活した今、彼女は魔王討伐の戦いへ向かうため、捕獲を始め、夫に家事育児を教え、定時上がりで戦いに参加する。括弧内の名前は、ドラマ化の際のもの。NHK 総合、夜、ドラ枠で2020年2月1日から3月21日まで放送されていた。全8回。主演を務める前田敦子の第一子出産後のドラマ、復帰作。 伝説のパーティ人間界魔界ゲスト、ありがとうございます。